ベスビウス社は、ロンドンに本社を置く、大手セラミックス会社である。同社の製品は、製鉄、鋳造、ガラス、太陽エネルギーといった分野の企業に使用されている。ロンドン証券取引所に上場しており、フッツィ250種総合株価指数の、構成銘柄である。ベスビウス本社1704年に、アイザック・クックソンによって、タインサイドの金属、 ガラス企業の集合体として設立された。1851年には、鉛の製造に手を広げた。1924年、ロックランカスター社及び、WW&R ジョンソンサンズ社と合併して、アソシエーテッドレッドマニュファクチャラーズ社となった。1930年、初めて、ロンドン証券取引所に上場した。 1966年、レッドインダストリーズグループ社に改称し、1979年には、非鉄金属製造業者の AJ オスター社を買収した。1982年に、再びに改称して、クックソングループとなり、1987年には、セラミックス製造業者のベスビュースクルーシブル社を買収した。ロバート・マルパス卿は、 1991年から1998年まで同グループの会長であり、1996年から1998年までユーロトンネル会社の共同会長を務めた。クックソングループは2005年先端技術製品と振興市場に注力する道を選択した。2008年、ホセコを買収した。2012年12月、社名を ベスビュー数に変更するとともに、機能性材料部門を分社して、新会社アレントを設立し、クックソンという社名の使用を終了した。同社の事業は、鉄鋼流量制御、鋳造技術、高度耐火物、貴金属加工の4部門からなる。ありがとうございます。